戦前に岩国の学校行きました。それで毎日見てました、後で台風で落ちるんですけどね、とにかく木造で素晴らしい風景の中で、今でいうね環境造形、自然の中でね馴染みの多い形の橋で、僕は中学生の頃に女性に恋しないでこの人に恋した。いやびっくりしましたね。とにかく錦帯橋を調べてましたから、その頃大好きになってね、惚れ切ってやってましたから、あんなに簡単にね台風で落ちるとは思いませんでした。だから泣きましたね。風景の中にね合う環境造形、なくなったらね本当間が抜けたみたいになっちゃった。錦川だから蛇行してるから、そういう風景にねピタッと合う形なんですよ。これが川と山があるでしょ。それでこれだけのものをデザインしたっていうのはもう素晴らしいよね。びっくり仰天ですよ。その頃ね先生はね80歳だったですよ。その頃芸大はね昔の美術学校だったんですけど、教官のね定年制はなかったみたいね。で僕が入って定年制ができて1年経った時に店長先生80歳になられてたから、お辞めになったんですけど、あまり多くは語らないけど非常に人の真似をするなと。最初にねお目にかかった時、人を真似はするなというように言われたんで、今もそれを覚えてますね。やっぱり彫刻っていうのは難しいんだけどね、そういうふうに言葉が残るような教え方だったから、最初は技術は人の真似しないとなかなかできないよね。ただほら作品っていうのは自分独自のものを作れということだったと思いますよ。その時ねまだ若かったからよく意味が分からなかった。卒業してからねなるほどこういうことかというように思うような先生でした。先生はね時代が古い時代だから、要するに学校もね小学校5年生ぐらいまでしか行かれないで、全部自分が勉強されてるんだよね。だからお亡くなりになった時にその蔵書がねものすごくあったんですよ。だから要するに学校行かなくてもそれだけの知識と勉強されてる、その上で仕事をするということだったから、まあ我々にとったらねすごい教育、言葉じゃなくてね100歳越すまで仕事されましたから、アーティストってこういうのは幸せなもんだなと思いましたね。木彫もねいろんなこう具象的なものを作るでしょ。それはね一回粘土で作ってるんですよ。粘土は自由に行きますから。それで粘土でできたものを石膏で同じような型で作っておいて、今度木にそれを移すというやり方ですから、だから 2回やるわけですよね、もう少しね先生たちの時代のやり方と違うことをやりたいというように、まあそれもね教育なんですよね。同じものをやれというんじゃなくて、それが人の真似をするな、独自なものを探せという大テーマをね学生の時にもらったと思います。なかなか深いでしょ。できないよそういうこと、なかなかできないけどね、そういう指導されましたね。菊池先生はね具象だけど、その頃スターみたいに優秀な先生だったから、で僕なんかは芸大を卒業するとアトリエはないし、学校に復習制度っていうのが、教授のお手伝いをする無給のね職員が数人いたんですよね。そういうとこに使ってもらったんだけど、それやってるとね気楽な商売になるんだよね。というんで菊池先生は、お前は早くアトリエを作れと、独立しろというのを盛んに言ってくれたの。だからそれを親にね一生懸命言っても、親はそんな無駄な金を使うなって言ってたからね全然やってくれないんでね。ところがちゃんと親にねアトリエを作ってやると、要するに今で言うとね、こいつは見込みがあるから
親も援助しろというような意味をね言ってくれてましたね。後で分かったんだけど、だから教授っていうのはそういうことも見抜いてこういうふうに動いた方がいいと、学校でなかなかいるんじゃなくて一人で独立しろと、だからみんなで仲良く 3,4 人の優秀なのが残って何年か折れるわけだよね。それいるとねもう要するに飲み友達になるだけでね発展がないんですよ。で独立性がないんだよね。それを菊池先生はね僕にねすごく厳しく言ってくれ、でアトリエを早く作れ、彫刻を家になろうと思ったらそうしろというように言って親までね説得してくれたんですし、あれはね同級生がいてね結構いい顔してたから頭部がね、モデルになってもらって作りました。でそれがちょっとね評判になったんですよね、独立して木を使おうというように思ってこういうのを作り始めた。だから木彫の初期のもんですよね。これはね田舎のね私の生家にあった餅つきの時のねあれだよ、薄をね切っちゃったの。これはカツラ中軽い木です。これは欅だから、これがねこれは丸くしてるけど本当はこういうこれとこれ、これも餅薄神奈川県立美術館っていうのがあってそこの館長だった土方さんちゅうのがおられたんですけど、これを展覧会出してたら持ってこいっつってね、今そこの収蔵品になってます。それでその時に勇野口さんが見えて、ちょっとこれ面白いなっつって紹介してくれたんですよ。すごい、これはね山口県の宇部市で野外彫刻展っていうのを初めての頃にやったんでね、その時にねこれを作品を一つ出したんですよ。これはまあクスノキなんですけど、これがアでこれがアウンだから同じ時に作ってます。それでこれはちょっと外に野外展で一回雨に打たれて1ヶ月ぐらい外ありましたからちょっと痛みましたけど、まあそれなりのね風情が残ってるから嬉しい。木とね相談しながら形を作るとこが半分ぐらいありますから自由なんですよ。わりかしパーッとやってこうやってパーッとくっつけたら面白かったっていうようなものありますから、まあそれがね作る楽しみだと思います。木質が違うでしょ、だからそれを一緒に使っても面白い、この時はねアクリルがね高価でね使えない、昭和50年でしょ、50年でこういう造形物にこれだけ厚いアクリルを使うというのはね結構大変だったんですよ。新しい材料を使ってみたいと、で、なんとなくこういう形にしたんだけど大きい時計でさ鎖でジャリ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 こうやるのがあるじゃないね、それで重りが降りて時計のように動くでしょ、そのイメージでねちょっと作ったんですよね。そういう風にしてくれれば見てくれれば嬉しい。ドゴン族っていうのがあるんだよね、今でも一番原始的な生活をしてる島でね、そこがねこういう仮面をね今僕も2つほど持ってるんだけど、すごく素朴でね面白いのがあるんですよ。それにちょっと衝撃を受けて、これは作りながら考えた作品なんですけど、右と左が翼を揃えてるような同じような形ですよね。大胆な翼を作ろうというふうに思いました。でこれは円樹でちょうど同じような形の木がありましたから、とにかくスカッとしたものを作ろうと。翼っていうのはスカッとしてるじゃないですか。
そういうものを作りたかった。ただそれだけです。でもね、うまくいった例なんですよ。相棒なんですよね。相棒が知恵をくれたり、知恵をやったりというようなもんだから、材料っていうのはね、我々の仕事の場合はもう相棒だから、喧嘩したりね、また仲直りしたりしなきゃいけないから。いや、万歳万歳ですよ、万歳。それはなかなか出ないよね。これは万歳の方なの。これは反りのある形というタイトルにして初めての作品です。まあ、ご覧の通り、真ん中の細い板状の門が反ってます。その作品で田中先生の賞を運よくいただきました。こういう作品です。木はもうご存知の通り、バームクーヘンみたいなもんでしょ。1年ずつこう輪になって太っていきますから、それの切り方でね、こういう姿がね、全然違うんですよね。だから、ご覧になったら分かるけど、これは上は板目で、これが柾目って言うんだけど、分かるでしょ。木のこういう木を切ってきますから、そういうのも利用しながら、この一番この基本になってる反ってる木をめっけたから、これを中心にしてこういう台をやって、この直線上のものの中に緩やかにカーブしたものを入れて、ハーモニー、音楽の音の合唱みたいなもんだな、というようにしようと思って、一生懸命作りました。これが最初の反りのある形です。634m を作るためには、場所が狭かったんだよね。だからご覧いただくと、下が正三角形なんですよ。丸でもないし、正三角形で、正三角形でスタートしてだんだん丸くしたの。だからね、見るとこう見る位置に傾いて見えたりね、片っぽが膨らんで見えたり、正三角形をずっとだんだん丸にしたからね、不思議な形を作ろうというのが僕のアイデア。これ中が心柱、五重塔も心柱がある。古い飛鳥時代にできた奈良のものなんか全部一本心柱、心の柱と書く一本ズボーッと立ってるんですよ。でその一本立って、周辺の構造物がそれに触ってないの。だからこういうふうになってるんですよ、動いてもね。だから立ってる。おかげさまでね、横浜の美術館でこれだけ私の作品を並べていただいたというのは大変光栄で、喜んでおります。この作品だけどね、原型はね、これ木彫なんですよ。木彫を型取ってブロンズにしてあります。だからこの空間の中にね、結構これよく合ってると思います。このもう素晴らしい構造がね、みんな作品も生きるし、周りのこう凸凹がね、みんな生きますよ。今後ね、今も作品作ってますけども、あんまり力がなくなっちゃってね。それもしまた湧いてきたり、いい素材と出会えたら、またコロッと買っちゃう。それは当たり前でしょう。